こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちら、生の人参をたっぷり食べられるレシピをご紹介したいと思います。今回は美肌とか目の健康に役立つサラダをご紹介します。材料はね、人参とくるみ、あとはお家にある調味料でできちゃう、とっても簡単でシンプルなレシピなんですね。しかも私が長年作り続けてきた自慢のレシピなんですよ。ぜひこれは皆さんに試していただきたいと思いますので、最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。今回は人参×くるみということで、目の老化予防にも役立つサラダなんですけれども、簡単に栄養のお話をしておきます。まず人参なんですけれども、ベータカロテンが豊富です。そしてビタミン C や食物繊維、カリウムなんかも含まれているんですね。ベータカロテンというのは体内で必要に応じてビタミン A に変わります。抗酸化物質でもあり、皮膚や粘膜の保護にも役立つ栄養素なんですね。また目の疲れとか視力をサポートするための栄養としてもとっても重要な働きがあります。そしてクルミなんですけれども、クルミはナッツの中で唯一オメガ3脂肪酸を含んでいます。で、そのオメガ3脂肪酸というのは、血液をサラサラにしたり炎症を抑えたりするのにも効果的です。またクルミには豊富なポリフェノールが含まれています。ポリフェノールの量は赤ワイン以上とも言われています。またクルミは睡眠の質を改善する効果があると言われています。クルミを摂ることでメラトニンという睡眠のホルモンがあるんですけれども、それの血中濃度が上がるそうです。またトリプトファンというアミノ酸が含まれていて、セロトニンというハッピーホルモンの材料になるんですね。で、このセロトニンというのはメラトニンに変換されるので、そういう意味でも心の安定とか睡眠の質を高めるのにも役立つ食べ物です。この2つを合わせたり、また調味料として使うものも全て相乗効果のパーフェクトな組み合わせですので、早速作っていきたいと思います。人参とくるみのしりしりサラダ、材料はこちらです。人参ちょっと大きめのもの2本ですね。そしてくるみ1/2カップあります。で、調味料の方がオリーブオイルとお酢、そしておろしにんにくになります。材料は概要欄の方にも記載しておきますので、ご覧になってください。そして塩コショウになります。で、この辺のね、材料は実はもう目分量でも全然問題ないんですけれども、一応ね、人参の大きさなんかもありますので、目安としてね、参考にされてください。それからこちら、人参のしりしり器なんですけれども、これはね、実はチーズおろしなんですね。100均でも最近売ってますのでね、見つけたらね、ぜひ買ってみてください。とってもふんわりね、切れるので、人参がね、美味しく生でいただけるんですよ。ちょっと目の大きさもね、メーカーによって違いますので、お好みの太さに切れるものを見つけていただくといいと思います。はい、まずですね、くるみなんですけれども、このままの状態で使っていただいてもいいんですが、軽くね、トースターなどでローストをしておくと、くるみのポリフェノールが増えるそうなんですよ。またね、香ばしくもなりますので、軽くちょっとローストしたいと思います。くるみを低温のトースターに入れてローストしている間に、人参をね、しりしり器で細切りにしたいと思います。とっても綺麗な人参の場合は皮ごと使っちゃいますね。で、中にはね、すごく黒ずんだ皮のものもあるんですよ。気になる場合は剥いていただいてもいいと思います。あとはね、もうこのように人参を細切りにしていきます。で、これはね、たまたま下に受け皿がついていますので、人参をね、刻んだ後にこんな感じでね、ふんわりとした感じに仕上がるんですね。で、このような感じでおろすと、人参の断面がね、ざっくりしているので、味の馴染みもいいんですよね。ぜひね、このしりしり器見つけてみてください。人参2本分しりしりが完了しました。で、こちら先ほどのくるみですね。160度ぐらいで3分ぐらいかな、3、4分ぐらいローストした状態なんですね。だいぶね、香ばしい香りがしています。
で、このくるみはですね、粗く刻んでいきます。多少ね、くるみのつぶつぶ感を感じられるぐらいの大きさにしておいた方が、くるみのね、味わいが楽しめると思います。くるみとかね、今回使うオリーブオイルにはビタミン E が豊富に含まれていますので、人参のね、ベータカロテンとも非常に相性がいいんですね。はい、そして人参に下味をつけていきます。まずね、お塩ですね。お塩はお好みで調節してください。でも一応ね、目安としてはこのぐらいの量だと小さじ1弱ぐらいですかね。はい、そしてお酢が入ります。で、お酢とね、これおろしニンニクなんですけれども、あらかじめここでね、ニンニクをね、溶いておくと混ざりやすいので、混ぜて加えていきますね。ニンニクはお好みなんですけれども、ちょっと入れていただくとね、美味しさがね、全然変わってきますので、ニンニクが嫌でなければ、ぜひね、入れてみてください。で、お酢が入るとね、人参もちょっと鮮やかな感じに色が変わってくるんですよね。はい。で、オリーブオイルです。もしなんかお好みのオイルがあったら、オリーブオイルの代わりに使ってみてください。人参のベータカロテンは油と一緒に摂ると吸収が良くなりますのでね、少しここで油を入れてなじませておきます。人参にはベータカロテンの他にビタミン C も含まれるんですね。そしてこちらクルミ、オリーブオイルもそうですけれども、ビタミン E です。ということは、ビタミン AS といって、で、ビタミン A、E、C がね、全部揃うんですね。そうすると、抗酸化作用が非常に高くなって、アンチエイジング効果が高まるんですね。ビタミンの組み合わせとしては、もうエースというだけあってね、すごくいい相乗効果のある組み合わせになります。まあ、今回はね、くるみを使っていますけれども、同じようなね、ビタミン E を豊富に含んでいる食材ということで、ごまを使っている和風バージョンのサラダもありますので、ぜひこちらの動画も合わせてご覧になってください。はい、全体が混ざりました。もうこれで完成です。あと忘れ物をしちゃいました。胡椒ですね。胡椒もお好みで少し加えてみてください。調味料もお家にあるようなものでできちゃうので、本当に簡単です。お酢は今回普通の米酢を使ったんですけれども、白ワインビネガーとか、あとリンゴ酢とかね、果実酢とか、お好みのお酢を使っていただいて結構です。もう私はね、いつもこれたっぷり作って、一人でね、このお皿に山盛りぐらい食べちゃうんですよ。本当にね、止まらないんですよね。まさに人参のね、無限サラダと言ってもいいんじゃないかなと思います。色もね、すごく綺麗なので、おもてなしなんかにもね、これは本当におすすめです。人参とくるみのしりしりサラダ完成しました。人参とくるみのしりしりサラダ、お味見をしたいと思います。私はね、これはもうずっと昔から作り続けてるので、まあ、お味見というよりは皆さんに食レポをしたいと思います。いただきます。安定の美味しさです。これね、しりしり器で切る食感が本当に最高なんですよ。包丁で細かく千切りにしていただいたらね、それはそれで美味しいと思うんですけれども、なんかね、すごく柔らかくて、口当たりがソフトなね、人参とは思えないような優しい感じの歯ごたえがね、魅力なんですね。これはね、ぜひ、おろしニンニクが隠し味になりますので、まずはね、思い切ってレシピ通り作ってみてください。今回はね、結構シンプルな材料なんですけれども、カッテージチーズなんかを加えてもね、また一段とね、リッチな味わいになります。刻みパセリとか、お好みのハーブをね、刻んで入れていただいてもいいと思います。今回は生の人参が無限に食べられる、美肌や目の健康に役立つ、人参とくるみのしりしりサラダをご紹介しました。こちらもね、私もいつもたっぷりボール1杯分ぐらい作ってね、もうあっという間に食べきってしまうんですけれども、冷蔵庫で1週間ぐらいはね、大丈夫ですので、ぜひね、作り置きにもご活用ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。